波のイラスト。18時過ぎて人が減ってます。おったまげた。18時半過ぎました。うおー、ゴリラ。空気がひんやりしてます。これは反対かな。足位置がありました。お姫様。反対だ。妖怪もののけ。現在2階町天守閣。さっちゃんの家だって。どんどんお店が閉まっていく時間です。左にスーパー。買い物をしました。自転車も入ってくる通りです。横綱。これは金太郎。みゆき通りでした。雨止んでます。姫路城のライトアップ見てみましょう。秋田の竿燈祭りみたいなイメージ。横断します。石垣が見えます。ライトアップしてますね。信号まだかな。うわーい、紫色だ。かなり久しぶりに姫路に泊まります。ニコラ。お城祭りだ。5月17、18、19がお城祭り。桜がなくなった時にするんですね。でもちょこちょこやってるんでしょう。とても広いほどお店の車が入るんでしょうね。花を待つ少女。花を持つ。夕刻の顔。音楽が響いてます。白鷺。二の屋敷前。何か飛んでますね。みんな風船みたいなのを持ってます。光ってるのがあるような気がします。雨で地面が濡れてます。青い提灯。紫のライトアップしかないのかな。石垣もライトアップされてます。また雨が降りそうな予感。さあ引き返します。おー、なんかいい。
ここまで来たら姫路城が見えます。姫路城ランタン祭りでした。15度ぐらいでしょうかね。雨が止んでいてよかったです。でも濡れてます。ここらにも石垣があるから大きなお城だったんですよね。反対にも続いてます。ホテルに戻ってるところです。あそこにアーケードがあります。半明るいですね。でも閉店しています。こっち側も焼肉いい匂い。ボートレースチケットショップのそばでした。やはり長いですね。姫路のパトカーだ。大きなバス路線の通り、まだ右手側でしたね。姫路城をライトアップ見ました。そしてランタン祭りしてました。雨がほぼ降らなくてよかったです。一方通行の道だったんですね。